晩年のジョエル・ハリス・ジョエル・チャンドラー・ハリスは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、民話研究者、リーマス・ジーヤの物語で知られる。ジョージア州パットナム郡イートントンで、母子家庭で生まれた後、アトランタで育つ。10代より、新聞社の印刷見習いを経て、ジャーナリストとして活動しつつも、免下のプランテーションで労働させられていた、黒人奴隷の影響で彼らの伝承文学に、 関心を示す。様々な地元の新聞社を転々とした後、アトランタ・コンスティテューションに入社し、長らく編集長として同志に参与する。編集業の傍ら、リーマス・ジーヤが、ウサギドンの話を中心とする黒人の間で伝わる、高等伝承に基づいた、際話文学ものを連載し、後に、リーマス・ジーヤ物語としてまとめられた。この物語は、 方言の使用とブレアラビットと呼ばれるトリックスターを題材に求めた点で革新的なスタイルを生み出すと同時に南北戦争後の人種関係の理想化された世界を示し出版から間もなく幅広い年代の間で大きな定評を得ることになったハリスはリーマス・ジーヤの物語以外にもジョージアの田舎の生活を描いた物語を書き新聞社を退職した後は 作家活動に専念したが、旧成人園と観光編の合併症で死去した。なお、1946年のディズニー映画、南部の歌は、チャンドラーの作品を映画化したものである。ありがとうございます。